はい、おはようございます。本日はですね、今から北海道ポップアップと視聴者さんに会いに行くダブルで計画今からしたいなと思いますが、ただいま朝の6時50分で電車が7時ジャストぐらいってことなんで、もう時間が全然ありません。後ろで嫁がもうバタバタやってますけどね、あのキャリーケースを閉めてね、行きたいなと思います。レッツゴー。どうぞ見てください。こんな感じで、正しいのかどうかわからんけども試行錯誤してもこれが一番いいやろうということでね、決めましたね。はい。で、北海道どうですか？ちょっと寒いな。めっちゃ寒いな。うん、まあ、寒いな言いながら来たんですけどもね、ようやくホテル今からチェックインして、今回めちゃくちゃ早かった。やっぱり省エネやったから、うんうんうん、まあ、2人っきりっていうちっちゃい空間にしたし、うん、なんと4時ということでね、早っ。2時間半ぐらいで終わりましたんで、うん、ここからまあ何なんか飯の何取られた、カレー、ラーメン、うどん、あ、寿司、花丸やね、行きたいなと思います。まずチェックインしましょう。お疲れさん。晩ご飯は花丸に行くのであった。これはもうヘビーリスナーさんやったら何回見た光景だろう。この地下をくぐっていくの3回目ですよ。ウキウキで潜っていく嫁。そうそうそう、これやんな。かばーい、かばいましょう。前夜祭だよ、明日は。そんなこと言いながらずっともう寿司のメニューしか見てへんし、寿司のもうペンを握ってるから。私プルマエビ食べる人、はい、ウニも書いてある。ウニとプルマエビ食べてくださいよ、新鮮なうちに。この辺多分めちゃくちゃ新鮮やろ。めっちゃ新鮮やろ、ピンクやろ、うん、うまいっすね。もうつけんでもよさそうやもん。まあつけんねんけどな。うん、聞いてない。どう？甘い。うわ、嬉しそうね。よかった。無理でございます。すごいな。はい、というわけでね、行ってきました。もうちょいして嫁が出てくるかなと思うんですけども、明日からねポップアップなんでね、頑張りたいなと思いますが、この後セイコマート行って、なんかお水とかあとパスタがあるんですよ。100円のパスタがあって、そこそれ僕好きなんでね、それ買いたいなと思ってるんですけど、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、どうでしたか？うまかったよな。ここ最近言ったら一番うまかったんじゃ、うん。寒いな。マジで北海道の6月で関西で言うと2月ぐらいかな。めっちゃ寒い。寒いです。はい、それでは2日目の朝ということで、今日からポップアップなんですが、今、視聴者さんから連絡来たみたいでね、以前ネックレス購入していただいた方、ネックレス中身入ってないということで、それはダメなことですよね。本当申し訳ございませんでした。ごめんなさい。はい、ちょっとね、今日中にお送りして、で、まあ、ポップアップもやってっていうことでね、気を引き締めてやっていこうかなと思いますので、行きたいなと思います。さあ、昼ご飯向かっておりますが、ちょっと発送ミスがありましたね。ちゃんと謝罪しとかんと。本当にごめんなさい。なすやん。まあそやけど切り替えていかんと、今日は待ってくれてる人もいてるからさ。はい、まあ、切り替えて頑張っていきましょう、うん。その前にまず飯行きましょう。ラーメン。はい、でラーメン行ったらニトリで鏡買って出勤でございます。さあ今日はどんな一日になるのでしょうか。ローマイの子、そして兄ちゃん、そして元気出るよ、ね、そう、あっ、味噌だ、いや、無事鏡が届きました。よかったな。うん、買えたね。めっちゃ回ったよ。めっちゃ回った。タクシーで何キロ移動したの？秋岡やっぱ3分、待ってください。
1時57分、あと残り3分。いやー、初日結構ドキドキするかな。ラスト、楽しみたいなと思います。鎖綺麗からね。ちょっとよろしくお願いします。そこ誘導とか。いやー終わりました。5時終了です。非常に楽しくね、3時間ぐらいやったけど、ほんまに楽しくできましたね。今回はね、一番遠い方で栃木から飛行機で来ていただいたり、あとまあ仙台から飛行機で来ていただいたりしてるんですけどもね、また明日に向けて今日は早く帰りたいなと思います。米蔵さんがね、お金合わせたりいろいろしてくれてるのかな。自分の手続き発送ミスの人だよね。やってくれます。はい、今から送りましょう。送りに行きましょう。コンビニ行って、はい、視聴者さんに数々プレゼントいただきましたね。お菓子や何やっていただいて、そのうちね、ニセコの限定の T シャツもいただきました。米蔵さんの分と、タップル、あ、いいね、かわいいじゃん。で、私黒だ、ニセコバージョン、うん、で、あとお菓子もいただきましたね、いろいろね。まずこれ、これめっちゃ好きなんだよね、バターサンド。あ、そう、はい、レーズンバターのやつだ。そうそう、レーズンバターだ。これうまいんだよ。奥さん字可愛いな。高田さんいつも YouTube 見てます。北見から応援してます。これからも、お、なんて書いてるの、配信、配信、うん、楽しみにしています。楽しみにします。 NK ありがとうございます。 NK さんありがとうございます。 いただきます。さてさて、それでは晩飯の方に来ましたけども、晩飯どちらですか。晩飯どちらですか。豊さんです。豊さんってこれ左曲がったとこじゃん。ありました。うわ、あるじゃん。時間も5分前、ぴったしやん。ここやろ、来たかったん。来たかったん、ここでしょ。楽しみ、楽しみ、嬉しい、とっても、え、とっても嬉しいってこと、うん、よかった。何しようかな。高等ネギってフグに使うネギですね。くるくるっと巻かれて、あのわさび醤油で召し上がられてみてください。ください。無氷河の数の子なんで、えぐみって渋いような苦いような味一切ないと思いますんで、歯ごたえも全然違います。で、これ秋シャコ全部1年分3000本ぐらい買い納めるんですけど、身とこのバランス良くて味があります。4種類目そこまでじゃないですよ。よく口の中で溶けると思います。最高、うまい、たまらん、たまらん、カズノコババカズノコババってうわ、すごいわ、繊維見えてるわ、うん、いいわ。これを夕張に社交出します。はい、どうでしたか。めっちゃ美味しかった。どうしよう、うまかったよね。何が美味しかった。最高やった。ちょっとススキの消えていかんといて。どこ行くの。こっちだ。え、こっち、うん、こっちでしょ。ススキの消えていかんといて。ごめん。どうでしたか。え、塩煮がマジで美味しかった。ちょっと明日もまた頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ごちそうさまでした。はい、じゃあおやすみなさい。声をかける、はい、おはようございます。3日目、ポップアップ2日目ということで、やっていきたいなと思うんですけど、現在時刻が12時ということで、今からね、昼ご飯食べに行きたいなと思います。お昼ご飯は君の行きたかったところですよね。はい、なんか一夜干しのところ、干物のところ、そこに行きましょう。いよいよ最終日が始まろうとしているのであった。会場到着しました。最終日2日目ということで、時刻がですね、1時52分、残り8分で始めるというところで、今日も3時間頑張っていきたいなと思いますが、手を出してくれてね、今日は2人ともブラックでいきたいなと思いますので、頑張っていきましょう。はい、それでは行ってきました。お疲れ様でした。2日間ね、楽しい思い出ができました。本当ありがとうございます。
今回ね、最後の最後で、まあ、結構こじんまりさせてもらったんですけど、あの多くの方に来てもらってありがとうございました。また一旦ポップアップはねこれで終わりなんですけど、またタイミングがあれば、こういうイベントもねやりたいなと思っておりますので、また来年再来年とかね、もしかしたらやるかもしれないんで、その際はぜひよろしくお願いします。ということで今から下降りて飯行きたいなと思います。喉カラカラやからね、仕事なの最高だよね。4日目です。朝、おはようございます。おはようございます。帽子がね、あのベーブルースみたいに乗ってるだけになってるわ。休日もどうやら休校ちゃんか、どう、どうぞ。いや、休校ちゃんで休校行くんかわし。さて、スープカレーです。スープ、スープ、スープ、そうね、楽しみですね。楽しみ。光ってる、うまっ。甘い？うん、甘い。これはメロンジュース。痒くなるでしょうね。ねえ、タック大丈夫？あ、すごい。メロン？うん。マリアージュってやつ買ったの。バニラとチーズ？うん。おいしい。少なめにしてもらったけど結構多いね。確かに色ちょっとちゃうね。うん。ほら、黄色がピッ、よし、白。うん。映ってる映ってる。映ってる？やべえ、閉まるぞ閉まるぞ。こんな時は。活動的になる嫁だったのだ。わあ。はい、ということでね、小樽行ってきて一旦ホテル帰ってきました。現在の時刻が5時50分、6時から視聴者さんと会います。こっからは日本一周企画にね入っていきたいなと思うんですが、そんなこと喋ってる僕の奥ではね、嫁がずっとウニを食ってます。見ますか？ウニ食べてるよね、ずっと。うん、もう半分、3分の1になっちゃった。一人でウニ食ってるよね。うん、小樽で買ってきたウニ美味しい。やっぱ美味しい。順番違う？まあそれ寿司屋とちあの比べたらあれだけど、うん、だけどおいおい、ん、何に醤油入れて食ってんのこれ。ちょっとグラスがあったから、グラスここで一人しっぽりしてるわけよね。お酒も飲まず、ただこれこれだけを淡々と。じゃあ僕ちょっと行ってきますわ。はい、後でじゃあ合流ということで。うん、はい、ではね、じゃあまた後で会いましょう。拓郎さんの動画で、はい、アウトドア系のお洋服が多いじゃないですか。そういう方が普段着るこうビジネス系なので、どんな感じなのがおしゃれなのかなっていうのが知りたかったです。でもなんか今のジャケパンツだとかまさにかっこいいですよね。よかったね。いや、すごい、なんか褒められて。いやいやいや、なんかお顔的に上に柄持ってきても合いそうですよね。ジャケットとかにチェックとか持ってきても。そんなことないですかね。負けへんっていうか、顔が負ける顔じゃないから。へ、ぇ、あ、取れるよ。そのマスコットキャラ、白っていう、そうなんです。一応札幌の白石くんのマスコットキャラクターで、いやー一生こんなことないのっていう。いやいや、そんなことないです。あの、ずっと映しててください。あー、いい、本当にいいんですよ。ありがとうございます。かわいいですね。絶対かわいい。かわいらしい。いや、作動さんにね、ちょっと気にしてもらいたい。これ使って使います。やった、ありがとうございます。結構種類とかあるんで、ありがとうございます。これあの、ラーメン屋、ラーメンの私たちが一番札幌で好きなラーメン屋で、ありがとうございます。ラーメンサラダですね。ラーメンサラダ、はい。さあ、北海道って感じですね。